皆さんご機嫌いかがでしょうか。マウスバードです。今週も英文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に英文法力アップのために頑張っていきましょう。はい、それでは、前回の宿題ページの回答解説に参りましょう。はい、いいですか。問題としてはここの英文の、意味を書けと、言いなさいというのと、ここの英文の意味を書け、言いなさいというような問題にしました。はい、でですね、答えも書いてましたけども、彼はですね、その紙を2 pieces、ここに至るまでですね、もうピースっていうあの、なんですか、バラバラなその破片という意味なので、まあ、粉々に至るまで、まあ、粉々に至るまでっていいんですから、粉々にというような意味ですか、粉々に。で、トゥアーというのは、引き裂く、引き裂いたですね、角形ですから、引き裂いたと、こういう意味になるということですね。はい、いいでしょうか。こんなような使い方が、トゥーにはあると。いうのを覚えてもらいたいということですね。はい、いいですか。もう一丁、こっちですね。To my surprise と、To があって、One's my ですね。感情を表すに嬉しいと、Surprise、驚きということなので、私が驚いたことになるですね。したことに。He won the game。彼はその試合に勝ったと。いうことですね。彼はよっぽどなんか前評判が悪かったんですね。なんですが勝っちゃったということですね。はい、そういう英文でした。まあ、こんな風に使うということですね。はい、以上で一応このね、文法講義の2のお勉強全部やったかなと。もちろんこれ以外にも意味こまごましてあるんですけど、まあ、このぐらいは覚えててもらえればなという感じですね。なんかまあ大体でいいですよ。基本のイメージをね、覚えて言ってもらえればそんなに困らないんじゃないかなというふうに思います。細かくやるときね、こういう意味がちゃんとあるんだよというのを覚えておくといいかなというふうに思っております。いいですか。はい、ちゃんと確認しておいてください。よろしいでしょうか。はい、それでは本日のね、講義の方に入りましょう。はい、今回からですね、フォアのお勉強をやりたいというふうに思います。はい、まあ、いつもの通りイメージ図があるんですけど、ここから言いましょうかね。フォアというのは基本的には方向という意味があるんですね。まあ、そこから発生した方の意味の方が多いんですが、まあ、基本的には方向だと。方向ってどういうことかというと、まあ、大体こっちですよというような方向、こっちね。こっち方面じゃない。こっちでもない。こっちでもない。こっちっていう、そういう方を指すというのが元々の意味でした。フォアね。はい、大体こっちですよ。でも大体は大体なんですが、まあ、こっちじゃない、ぴったりこっちというようなね、そういうような、そういう意味がもともとはあったんですね。はい、まあ、これを使ったこの意味のね、ものがコテコテなのがありますので、それからまあちょっとねやりましょうかね。はい、まあ、方向のやつですけども、なんとかに向かって、なんとか当てというようなね、そういう意味で使われる方というのがあるのが、この文章なんですが、はい、例文見てみましょう。This is a train for 渋谷と、これは、渋谷行き、渋谷に向かっている、列車だ、ということで渋谷行きの列車だと、こういうような意味になると、あっちじゃないよ、こっちじゃないよ、そっちじゃないよ、こっちというような形ですね。はい、まあ、大体の方向を、まあ、まあ一応目標としてそっちの方というようなものを示すのがフォアだというふうに、まずは覚えていただければなというふうに思います。大丈夫でしょうか、見えますでしょうか。はい、ここまでよろしいでしょうか。はい、それでは後半までの宿題クイズを出しましょう。はい、というかまあね、いつも通り、ね、説明がてらですけれども、3つやりましょう。はい、目的の意味、受益の意味、原因理由の意味というのがフォアにはあると、それのお勉強という形ですね。はい、目的からやってみましょう。イメージ図がありますね。テル君と言うんですが、テル君がこいつを指さしておりまして、こいつが目的だということですね。なので、目的というような意味が出てきます。なんとかの目的で、なんとかを求めて、あと一個ちょっと空欄作りました。ここにもう一個なんか、そうですね、なんか、辞書見たらこう書いてあるような訳語を作ってください、入れてください、見つけてくださいというような問題にしましょう。例文ね、I must practice for the win とこう書いてありますので、
こいつをですね、意味ね、こいつの意味の、略例意味をね、ちょっと文章全体の意味、こいつも作ってください。はい。まいちゃん、受益ということですね。もうこいつのためにやるぞというような形ですね。例文見ましょうか。I can do anything for her と。はい、これの意味、文全体の意味。そして、辞書見たら、こう、受益とかなんかそんなに書いてあるようなところに、訳語が書いてありますので、それにぴったりな訳例をポコンと一個作ってほしいということですね。はい。ここまで見ましょうか。はい。ほいちょ。原因で言うということですね。こいつが俺を呼んでると呼んでるそうです。はい。なので、そういうイメージですね。で、こいつが、まあ、原因なんですね。はい。引きずられちゃうんですね。はい。という感じですね。はい、こいつも辞書見たら何か書いてある訳例1個作って、まあ、なんとかなのででもいいんですけども、はい、それを踏まえた訳例をポコンと、ね。はい、読みましょうか。全方ですリズムと、こう書いてありますので、これで訳例を作ってください。はい。今からメッセンジャーやってる方は、こちらね、ここ。ここ6箇所多いね、この、全部ね、答えをちょっと作ってください。はい、それ以外の方もうまい具合に、6個ね、入れて、それから、ちゃんと入れるんですよ。入れて、その後に、次のビデオ後半のね、ビデオの方を、見てください。よろしいでしょうか。はい、じゃあお願いします。